回行きましょうね。はい、投手が37本、1160ゲーム、超高自力解除。はい、極みじゃない吉宗だと思う通りからの天候効率設定6で 35%、 4で 20%、 それ以外の設定だと 10% 満たないっていう感じだったんですけども、極めは出た時の出玉性能がもう極みじゃない方に比べて倍ぐらいある、倍ぐらい出た時の出玉性能が。なのでモード移行とかゲーム数解除と振り分けとかっていう出ない部分に関しては半分に抑えられてる、もっと言うと半分以下に抑えられてるっていう考え方でいいと思います。ですんで、モード A から天国への移行率は、僕の予想ではおそらく 20% ぐらいしかないんじゃないかな、あっても 20% ぐらいしかないんじゃないかな。6以外の設定だともう 5% ぐらいしかないんじゃないかなという予想ですんで、やっぱりモード A から天国移行すれば4か6かっていう期待は高まるんですけれども、そんなにモード A から天国に移行するもんでもないっていうことを把握しておいた方がいいと思います。だからそれよりも重要なのは、ボーナス後は128ゲーム以内におおむね2回フェイク前兆に入るんですよね。これでもう3回目なんですけども、そのフェイク前兆中に何とかして、俵三連でありチャンス目であり強チェリーを引くっていうことですよね。今僕の右隣の台がまさしく1400の天井はまりから連チャン天国に行こうとしてるんですけど、これはもう46挙動でいいと思います。左も朝一初当たりからバケバケと連チャンしてるんで、まあ、46挙動。ただだからといって出るかっていうとそうじゃなくて、やっぱり自力解除がすごく重要。どうですか、ここでベッドでカットイン。対応役指定なんで多門降格以上は確定と。これで14分の4です。悪い時は、2択だ、50%。まあでもいっぱいいったんだよ。最初は右中左って決めてんの、俺決めてんの。ね。はい、どうせ引けなかったんだから。うまい。よーし、弱くね。お前赤まで行けよ。よし、3分の1を引くって仮定するけど、3分の1の通常リプレッサー引けば、25% で外れない、 25% で当たりない、 50% で見たくない、実績に50%。
もう俺聞いたらこうすからいい、こうすからよし。やめてよし。ざっけんなよ。よし。よし。すっげえ増えてる。うまいね。どうしたの俺。あ、黄色か。いや、うまいね。いいよ。すっげえ増えてる。すっげえ増えてる。すっげえ増えてる。よし。もう永遠にそのままでいいよ。あー、かだーかだーだ、まあダメ、白だから。ひどい顔してない。やってみるもんでしょ。だからパチスロは面白いんだよ。やったよ。追加4本だから都合41本。多分モード B なんで、おそらくバケが出てくるんじゃないかな。だったら 5% で軟化効果か獲得だったんですけど、ジャックチェリーね。お、しかもこれさ、これ超カモンじゃん。これ超カモンだよね。これ超カモンだよね。いきなり超カモンとかあんだ。へえ。やるようになったな吉宗。へえ。これはちょっと初めてですね。これ胸厚だな。もう一回強チェとか引いたら高あるぞ。高。はい。超カモンとカモンの大きな違いは、前ゲームカモンの保留のカモンの色を抽選で出てくるんですよ。でカモンに比べて超カモンは相当優遇されてる。要は3分の1引けば解除確定の紫カモン、 50% 解除の赤カモン、緑カモンの割合が非常に高くなります、はい。ここの保留の色に注目ですよね。弱っ。で慌てず騒がずアイコンチェック。やばい、これ B から抜けて A 行ってる可能性がある。ってことはここは頑張んなきゃだ。色が悪いんでここは頑張んなくていいと思います。逆に緑以降だね、3分の1っていうイメージを強く持つから。3度目の正直アロン。自信を失うな。
レギュラー終了後は内部的にチャンス状態確か 50% かな、なんでひょっとしたら大盤振る舞いな可能性もある。第3で姫のカットイン来てくれれば誰だ、ああ、よし、おそらくモード A だったと思うことにしよう。であるならピック出てくると思う。ちょっと昇格の煽りが一切ないんですよ。ちょっとやばい。あー、セーフ。これ多分レア役の分、良くない。今待つで711。母ちゃん俺やったよ、ほんと。思い出した、一撃で1000枚以上乗った場合っていうのは、違う、1000枚じゃない、一定の枚数乗った以上は4号機の初代吉宗のピック中の音楽がかかるんですよね。ですよ、当時その「姫トランス」っていうアルバムで何週連続だっけな、50週連続かなんかでオリコンチャートインした姫の歌が消えるってことですよ。つまり中は俵4連5連6連7連とした場合、もう4連から5連でもストックしてきますから、上乗せの特化ゾーン通常時に関しては4連で終了ですけど、5連すればもう特化ゾーン2個ストック。俵リプレイっていうのは、俵リプレイの一部がダブルラインの1ゲーム連であったり、あとはカモンゾロになるんですよ。ですので、姫ビッグを消化しているときは俵が揃えば揃うほど、3連だよね、俵が揃えば揃うほど、要は1ゲーム連、あとは AT の期待が高まると。俵3連しましたんで 30% で姫札チャンス。で、姫のいいところっていうのは、仮に姫札チャンス入らなかったとしても、告知が入らなかっただけで内部的に上乗せの特化ゾーンが進行してる可能性があるっていうことですね。
した場合は当然最後に告知入りますし、途中リプレイが揃ったときに、ビッグ中のキャラを変更すればそのキャラクターを変更したときに告知が入るか。バウンドストップは強調はチャンス目ですから、でチャンス目が確か 20% だったかな、どっちかと。告知がないイコール残念ながら俵三連チャンス目では特化ゾーンは当たってなかったという。ジービックの良さでいうとやっぱりそのウェイトをかけて消化したときの叩くと同時に光る先光りですよね、これが最高ですね。初代吉宗からこれ続く先光りなんですけど、とりわけ極めの1ゲーム、ね、通常ビッグであれば AT も確定するだけに、まあ、光った時のそのドーパミンの発射具合といったらね、3700分の1でしょ、あと1500分の1だから合算するとおおむね800分の1ぐらいになるんですよ。で1100枚上乗せしてればだいたい200ゲームから300ゲームぐらいは回せる、250ゲーム前後は回せるってことは、もうこの枚数上乗せた時点で3回に1回はどっちか光るねっていう感じになります。結構こういう枚数上乗せのタイプ、払い出し枚数上乗せのタイプはそのビッグが何ゲーム消化したのかっていうのが分かりにくいんですけれども、簡単な計算方法があるんですよね。吉宗は純増おおむね 2.8 枚じゃないですか。ですんで例えば560枚ここ獲得枚数があったとしたら560÷2.8 すればいいんです。そしたら200ゲーム消化したんだ。障子が赤くなればちょっと暑わかんねえけどね。勝負すれば108分、その107。